はい、今回も、広島アルミ杯から、上野愛咲美女流二冠対、小池四段の一局を紹介したいと思います。はい、じゃあそれでは見ていきたいと思います。上野さんの黒番です。小池さんは新人王戦で、準優勝でしたよね。はい、非常に、プロの間では、評価が高い棋士です。そうですね、黒も受ければ普通なんですけど、こうかかりを選びましたね。まあ、この手は、まあ、AI が、打った手ですね。まあ、白は大体三々に受けることが多いでしょうかね。この辺りちょっと形崩されてね、ちょっと黒も、悔しいところですけど、まあそんなに、いい手はなかったでしょうかね。跳ねると切られそうですね、これ。ということで引きましたね。こうなって、ぶつかりだと後手になるので、ここでね、打つことも考えられましたか。これだと先手になりそうなんですけどね。僕だったらこっち打っちゃいますかね。まあ実戦はこうなって、切りに対してコスミツケを頑張った手ですけど、露骨にグニャっていった手は、そうですね、ここが黒味よく取れない感じもありますので、この出来上がり図がどうなるかですけど、あんまり黒いい感じしてませんね。この攻め合いがここでもう決まっちゃいますか。まあ一応行きましたね。これはこの形は関でしょうか。白が、まあ、4目、ここから打てば関ですね。こうやっても、これで関ですね。これは関なんですね。まあ、出来上がり図が、ここで一段落したと。そうですね。白はこれ、白だけこうつながって、まだこう逃げる味ありますからね。この石も安定して、ここに打てたっていうことで、もうだいぶここの形が決まって、もうだいぶ白の優勢っていう感じですね。やっぱり非常にここの取り方というか、やりすぎだったでしょうかね。跳ねでは伸びぐらいだったかもしれませんね。ちょっと、コスミツケも頑張りすぎだったかもしれません。まあ、こうやって、
これもどんどん押してきそうで、こういうのもね、危ないかもしれませんね、よく見るとね。こういう手が成立、するかもしれませんね。ということで、跳ねて頑張ったでしょうけど、切られてちょっと困りましたね、早くも。こういう形になってませんもんね、黒ね、ここ。そう、まあ隙が精一杯なんでしょうね、ほとんどこういうのはね。ここに回ってはちょっともうすでに苦しいですね。で、まあ最後この辺りで、最後はこういう局面ですね。そうですね、小池さんが序盤でね、1本取ってそのまま勝ち切ったと思います。じゃあこんなところでこの後は終わりにしたいと思います。それでは失礼します。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。